わー、茨城県霞ヶ浦市のリポーター名徳森のハンライスさんから。じゃあ大盛りでいいじゃないですか。なんでハンライスにするんですか。じゃがいもをたくさんいただきましたので、ビールのおつまみにフライドポテトにしております。うわー、自作のフライドポテトいいですね。揚げたてたまらん。音はオンにしないでくださいね。ケチャップとマヨネーズのオーロラソースを絡めて、あ、振りじゃないですよ。押すなよ押すなよじゃないんですよ。本当にこの音が加わるだけでね、だいぶ攻撃力が上がるので、あー、じゅわっとカリッとホクッと揚げたて美味しそう。続いて見ていきましょう。